て月に、米の減反に伴いまして、どんな作物をどのように組み合わせて転作するのか、農家の方々にとって頭の痛い問題です。そうした中で麦と大豆の組み合わせを奨励しております広島県で、麦の刈り取りと大豆の植え付けが同時にできるという農機具が開発されまして、実用化のテストが行われています。では続いてプロ野球です。今夜も6試合すべてナイトゲームで行われております。このところ2桁の得点が続いているセントラルリーグ首位の広島ですが、今日はどうでしょうか。神宮球場でのヤクルトとの対戦、この場面からご覧ください。こんばんは。こんばんは。6月18日木曜日の夜10時半です、はい。政府はですね、広島カープの衣笠選手に国民栄誉賞を贈ることを今日正式に決めました。授賞式は今月の22日総理大臣官邸で行われます。はい、ではプロ野球です。はい、プロ野球今日はセパ6試合ナイトゲームです。まずセントラルリーグ首位の広島を首位の広島とヤクルトの10回戦は神宮球場で行われました。1対1の同点で迎えた6回、ヤクルトの攻撃からご覧ください。次はこのところ5連勝2輪差で広島を追う巨人、横浜球場で太陽との12回戦です。山村さん、よろしくお願いします。はい、では続いて中日阪神です。対阪神戦6連勝の中日、3連戦最後の試合は名古屋球場で行われました。先発ピッチャーは中日がプロ。こんにちは。お疲れ様でございました。どうぞ、こちらにお掛けください。どうぞ。さて、昨日も九州場所終わりましたが、ね、でこの1年振り返ってどうですか、早速ですけど。そうですね、もう最高の1年だったんじゃないですか。それやはり春場所の優勝。そうです、優勝。で成績の方は思い通りの。そうですね、最高位も1回行ったし、もうそれでいいです。そうですか。ご兄弟2人でね、三賞取られましたよね。そうですね、秋場所、先場所も、どんな感じでした。やっぱ嬉しいですよ。でその三八の魅力はご自分ではどこにあると思いますか。たまたまね、三八の人が多く出てきただけじゃないですか。ライバル意識っていうのは当然ありますよね。そうですね、もうライバル意識ないですよ。一番弱いもん。そんなにないですか。はい。